めてよ。この程度で諦めるだなんて、笑わせないでくれないかしら。そろそろかしら。なんで、なんで結界が効かないの？なんでのぞみちゃんは平気なの？教えてほしい。答えは簡単。美味しくて濃い血を飲んだから。まさか旅館の人を。あら、おにぎり役はこんなところで寝ていたのね。罪の意識に押しつぶされて、とうに耐えたと思っていたのに。何がダメなの？あんな手を使って、うずきさんを陥れて苦しめて。のぞみちゃんのこと許さない。許さなければどうするの？そんなに似合わないものを振り回してどうするつもりなの？私はうずきさんを守る。本当に守れるのかしら。絶対に守る。無力なあなたに守りきれるの？確かに私は無力だけど、私うずきさんと約束しても。
何がそんなに不思議なの？なんで平気なの？目をつぶっていてはわからないでしょうね。だけれど私、毛一つほども傷ついていないわけではないのよ。ほら。それじゃあ、今度は私から。ねえ、あなたどうしてそんなに頑張れるの？
この、よくも。ケイさん、私を信じてくれたのか。私が信じないと思った。信じることを諦めて逃げ出しちゃうって思ってた。ケイさんのことを信じられなかったのではなく、私は自分自身が信じられなくなった。だが信じよう。ケイさんがそこまでして信じてくれた自分を信じることにしよう。え